皆さんこんにちは。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者井上尚弥選手が10日神奈川横浜市内の所属ジムで練習を公開しました。5月6日に東京で元世界2階級制覇王者ルイス・ネリ選手との防衛戦を予定しています。公開練習は試合10日ほど前が通例ですが、今回は31歳の誕生日当日になりました。陣営の大橋秀行会長は体重超過など不測の事態に備え、メインイベントのリザーブカードを用意。興行内でスーパーバンタム級8回戦が行われ、元 IBF 世界同級王者 TJ ドヘニー選手が参戦します。戦績は井上選手が26勝 23KO、 29歳のネリ選手が35勝 27KO1敗。日本では異例の準備が整えられ、この日は練習前に井上選手、父慎吾トレーナーと会見した大橋会長。元世界王者のドヘニー氏が井上対ネリ戦のリザーバーになることを明かしました。スーパーバンタム級8回戦でブリル・バヨゴス選手と対戦する準備を進め、万が一メインイベントに欠場者が出ればもう片方の選手と対戦することになります。大橋会長はドヘニーは大橋ジムの興行に過去2回出ています、信頼関係もありますので、リザーバーの条件も承知してくれている、そうならないことを祈りますがと説明。井上が体重オーバーしてドヘニーとネリがやることはないでしょうと井上選手の準備に自信を見せ、体重超過の恐れのあるネリ選手の調整にプレッシャーをかける意味もあるかとの問いに、そうですねと明かしました。オーストラリア在住のドヘニー選手はアイルランド国籍を持つ37歳のサウスポー。2012年4月にデビューすると、18年8月には初防衛戦だった岩佐良介氏に判定勝ちし、 IBF 世界同級王座を奪取しました。19年4月に WBA 王者ダニエル・ローマン氏との統一戦に敗れて王座陥落。昨年10月には後楽園ホールでジェフ・ガミド選手に初回 TKO 勝ちし、 WBO アジアパシフィック同級王座の初防衛に成功しました。戦績はドヘニー選手が25勝 19KO4敗、 バヨゴス選手は7勝 2KO1分け。井上選手とネリ選手は6日に WBC 独自ルールの試合1ヶ月前計量に臨みました。スーパーバンタム級のリミットは 55.3キロ、 1ヶ月前はリミットの 10%、 15日前は 5%、 7日前は 3% が上限とされ、両者ともそれぞれの調整場所で上限 60.83キロをクリア。大橋会長によると、ネリ選手は 130.5 ポンド、約 59.19 キロでパス。体重も拠点の米国でしっかり管理されて、集中していると聞いていますと説明しました。この日の井上選手は公開練習ではシャドー2回、サンドバッグ2回をこなし、キレのある動きを披露。異例のリザーバーが用意されたことには、日本では珍しいですが、海外ではよくあることかなと、しっかり対応したいと思いますと話すに留め、標準はもちろんネリ選手に、この試合をクリアしたら次は夏と12月、今年3試合をこなしたいと息巻きました。米専門メディアボクシングシーンによると、ネリ選手は決戦に向けて、彼井上は非常に優れたファイターで、これは私のキャリアの中でも最大の強さだ、4つのタイトルがかかっているとした上で、しかし彼の試合を見てきたが過大評価されていると思う、普通のファイターだ、少なくても私にはそう見えている、ノックアウトをするためにそこ日本に行くんだ、負けるつもりで行くわけではないと語ったといいます。さらにネリ選手は、勝てば今年一番の番狂わせになるかもしれない、井上はダミーではない、彼は戦い方を知っている、しかし私の見解では信じられないほどではない、一進一退になる可能性はあるとした上で、彼は大きな力を持っている、彼の弱点は腕を振るときに隙ができること、そこが私の出番だ、早く終わらせたい、コンディションが整っていて、より強くより早く、そして賢くハードなパンチを繰り出す、ネリの姿が見られるだろうと強く発言をしていました。
3月の発表会見では優等生ぶりが目立ったものの、米メディアの最新インタビューではすっかり大口を叩く元の姿に、対する井上選手も、そっちのネリが本物ですよね、この間のは何だったのかと呆れていました。ネリ選手は2017年8月の山中慎介戦の薬物検査で陽性反応が出ました。18年3月の再戦は大幅な体重超過で WBC 世界バンタム級王座を剥奪、共に勝利しましたが、日本ボクシングコミッション JBC から国内のライセンス無期限停止処分を受けました。海外でリング復帰し、20年9月にスーパーバンタム級で世界2階級制覇。今年2月、ネリ陣営は JBC に謝罪と資格回復を求める書面を提出、規定に基づき処分が解除されました。3月、井上戦の発表会見でネリ選手は、再び日本の地を踏めて嬉しい、申し訳なかったと謝りたいと過去の過ちを謝罪し、会場にいた山中氏とも握手で和解、人が変わったような優等生ぶりを見せていましたが、このインタビューではフェイスオフした井上選手の印象について、彼は身体的に小さいボクサーだ、他の選手たちと同じように普通のボクサーだと言い放っています。10日、神奈川横浜市内の所属ジムで練習を公開した井上選手は、このインタビューについて問われると、そっちのネリが本物ですよね、この間のは何だったのかと呆れた様子。記事の中では井上選手は、ムロジョン・アフマダリエフ氏に勝てば引退だと語っていることも伝えられていますが、それだったら志が低いですねとチクリと指摘していました。それと同時に、横浜市内の所属ジムで練習を公開した際にまさかの悩みを明かしました。大舞台での KO 防衛を目標に、コンディション調整は順調そのもの。そんな井上選手がちょっぴり困り顔でした。何回も何回もデザインを変えてやっとここにたどり着いたんですけど、話題は会見でも着用した T シャツについてでした。黒地の胸部分に白ベースの模様、イメージはホワイトタイガー、挑戦者で元世界2階級制覇のルイス・ネリ選手の異名パンテーラ、黒豹に対抗するというか、食らいつくぞと野上尚選手は説明。強さの象徴として猫か最強とも言われるホワイトタイガーを抜擢しましたが、うまく出せなかったんですよ、みんなにシマウマって言われちゃうと苦笑いでした。誕生日祝いについて問われると、そんなことやってる場合じゃないと笑顔で切り返しました。ここまで順調にスパーリングを重ねています。何ラウンドかまではわからないけど、どのパンチでも倒せる準備をしている、そうなるべく仕上げていくとしました。世界チャンピオンになって10年目という節目の年、この10年目にして東京ドームで試合ができるのは何かの縁、大橋ジム誕生の30周年で東京ドームで試合ができるというのは少し感慨深いところもある、必ず成功させないといけない一戦といつも以上感じている、そういった試合こそ得意、モチベーションを高く発揮できる、自分自身に期待したいと話すと、自分自身がいい試合をして結果を出したいというのもありますけど、大橋ジムの4選手が同時に出る、みんなで最高の日最高の結果で締めたいと誓いました。ネリ選手については、危険やリスクも大きいと、一方で白熱した試合ができると思う、以前のタパレス戦より結果的にも驚く結果が期待できるんじゃないか、それはどっちに転んでも本当にハラハラした試合ができると思うときっぱり、東京ドームでの試合となりますが、4万人超え5万人近いファンの方の応援を背に、とてつもない試合をしたいとファンに約束していました。ボクシング人生最大の舞台での KO 決着へ気合十分のようです。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。